エンドに関してはライカー、カイセドマネーがアンカーに行くと思うからライバルとなる確率が高い選手で言うと、スビメンディギマランアイスとかですかね、ギマランは取れるかね、スビメンディは確かにありそうですね。あとはアンカーで誰でしょうね、リバプール、シャビアの層は誰か連れてきたりね、そうですけどね、でもエンドいいっすね、なんかね、エンドよりフィジカル的に高いとか、技術的に高いはいるんだけど、エンドほど頭使って、今、プレスどこを抑えるべきかっていうのを瞬時に判断して寄せてくれる選手ってなかなかいないんで。 マクリスターもグラフェンベルジェもさあのボールサイドの選手開けたり逆サイドから絞りきれてないとかあるんですけど遠藤は一番近いとこ埋めに行くんですよねちゃんとで遠藤が近いとこ埋めてくれるからあの後ろの選手たちも守備の予測を立てやすいんですよ それすすごくいいですねあとはもうテーマの話で言うとあれリバプールさシャビアロンソ取れるかどうかねやっぱりバイエルンが来たじゃんでもちょうどそれランチェスター戦略ですよもう弱者のやり方強者がパクるっていうのでレバークーゼンのトップ連れてくればいいっていう現場のねシャビアロンソが何を重要視してキャリアアップするかっすよねドイツの生活に馴染んでて国内でのキャリアアップするのかリバプールでの挑戦をあとリバプールの帰還ですよまあバイエルンでも帰還になるんだけどどっちをシャビアロンソが重要視するかで あとお金だよね。どっちが出せるかっていう。バイロン行く方がレバークーゼンのファンの人にはブーイングされるけど、でもそういうキャリアいっぱいあるじゃん。だってトゥエルだってそうだしさ、ナーゲスマンだってそうだし。だからそこはね、そこの気まずさだけで行かないってことは基本ないですね。だけどそこを考えられる監督は名称ですね。 だってクロップがさ、もうプレミアではやらないみたいな、エバプール以外考えられないって言ってるのと、あとエバートンのサポーターの人と話したときに、やっぱ、エバートン、まあ、いい監督来てないじゃないですか、基本。だからエバートンのサポーターが、いや、うちの監督やってくださいみたいな、まあ、冗談半分、本気半分みたいな感じで言ったときに、クロップが、ずっとにこやかに答えてるのに、それだけはないよっていうあの、あそこだけ、ガチのところはガチっていう、あの線引きできるの、やっぱ、コースですよ、あれが。 そう、だからクロップってね、戦術云々じゃないところでやっぱ名称なんですよね。なんでそういうので言うとね、シャビアロンソがそこでね、バエルン選ばなかったら、より一層名称感増しますよね。あとはね、一つ思うのが、こういう時に何で選ぶかっていうので、もう家族なんですよ。家族がその土地好きかっていう。よく言うジルーの奥さんはロンドンから出たくなかったみたいな。でもミラノならミラノだから行くみたいな。奥さんってめっちゃ重要で、 で言うと、シャビアノーソの奥さんって今はドイツ住んでるから、ドイツの方が環境変わんないから、じゃあいいじゃんってなるじゃん。なんだけど、俺これ調べたのよ。シャビアノーソ奥さんと出会ってんの、リバプールの頃なんだよ。だから、そこに戻りたいあるんじゃないかって。いうどうですかって。いう <laughs> ねえ、あなたとの思い出の地に、どうでしょう <laughs> 来たー <laughs> そういうね、ロマンチックだよね、それで、ね。息子はリバプール派じゃあリバプールだ じゃあ、そうよ。息子がリバプールファンで、そりゃ。息子が嫌いなチーム行けんの、ボヌッチぐらいだもん。うん。ボヌッチの息子さん、確かトリノ大ファンですもんね。そう、だから奥さんとの出会いの場所で、息子さんもリバプール大好き。なんで、僕はリバプールの監督に、アロンソは、バエルンとリバプールの条件が相当差がなかったら、行くんじゃないかなって思いますね。あとはあれだよね。ただこれね、でもこんなこと考えなさそうなんだけど、シャビアロンソなら。 トゥエルでボロボロになった後のバイエルンとクロップで最高の時代過ごした後のリバプールハードル絶対リバプールの方が高いよこれねこれさだってキケセティエンあってクーマンあってからのチャビだから相当我慢できたじゃんあれバルベルデの後だったらきついよチャビだから僕もうクーマンの後で失敗する監督なんていないからもう誰でもよくはなるから成功ですって話したじゃんそうだからクロップ の,後のシャビアノンソとバイエルンでトゥヘルがいろいろうまくいかなかった後のシャビアノンソだとバイエルンの方がね大丈夫なんだよねそういうところ世間的な刺さり方はしないんだよねシャビアノンソのマネージメント能力だったらバイエルンだったら大崩れしないしでもリバプールだと相手がアルテタだペップだねいろいろいるわけじゃないですかまあ天百ポチェッティも、まあ、別みんないいっすよねあそこで他も戦力あってリバプールだけ予算高いわけじゃないでしょだからバイエルンの方が正直イージーモードだと思います あとはもうこっちがサポーター側がどっち見たいかって言ったらねリバプールっすよね正直これでシャビアロンソになったらじゃあ遠藤を当たるどうなんだっていうやつなんだけどリバプールさやっぱり遠藤もが当然自分で言うみたいに攻撃面で自由度高いじゃないですか今も遠藤相当 まあ2センターバックの間降りたりもあるしまあマカリスターがキー利くからそこに降りてきたりとか結構いろんな形になるじゃないですか左ウィングも中入って高い位置サイドバック取ったりとかなんでこの自由さの中で分け分かってる人たちがうまくいく法則に則っった立ち位置を取れるとうまくいくみたいなだからエンドが降りてきてフィルター力は落ちるんだけどそもそもエンドを降りてセンターバック開いた方がちゃんと迂回経路ができて失う場所にボール無理につけなくていいからうまくいってるねみたいなのもあるんですよ なんでそっちの良さはあるんだけど、ただうまくいかない時のリバプールは質で上回ってねじ伏せないとボールが繋がらない形になってるじゃん。これがね、シャビアノンソが今レバー空ンでやってるようなサッカーになるとパスコースがね、たくさんできて選手の立ち位置がちゃんと動きはするんだけどもっとね、あの法則に乗っとった立ち位置を取りやすくなるんだよね。だからシャビアノンソがエンドのフィジカル面とか技術面とかそういうところにちゃんと納得できるスイッチあるっていうふうに考えたんならその約束守りながら ボール回すからエンドとしてはもっとと失わなくなくると思いますボールもらう時にその時の状況に合わせて結構見たりとかシャビアのそのレバークーゼよりもパターン化されてない状況だったりとかあとターンオーバーもあるからやっぱりパスワークがね会いにくい状況なんだよね。でこれが戦術的なそういう攻撃面でのサポートによって遠藤がプレーしやすくなるなってありません、ね。なんで選ばれたらめっちゃいいパフォーマンスするけどたださっき言ったみたいにあのアンカーに新しい選手の補強とかそういうところでね あとは、3、えー、バック使うってなると中盤のポジション1個減るから、だから遠藤にとっては全然いい監督だと思います、普通に、プレース体制でいうと、風見のよりはもう今、確実に高いしね、ジャカクラスあるかどうかみたいな感じで、ジャカもね、アルテタの後期のところから、今、レバー風情言っていいから、だから、そのあたりでてね、でも遠藤はそういう約束ごと徹底できる監督だし、あ監督、選手であり、あと、リズムできるから、やっぱりファンダイクとの試合中のコミュニケーションとか、なんかその子の連動とか見てても、やっぱりファンダイクが遠藤を信頼するのは分かるんですよね。 パスコースの切りり、り方方だったりディフェンンスライののサポートの入り方で言うと。なんで、そこは遠藤にとっては完全にマイナスではないと思いますねむしろクロップから次の監督誰か変わるっていうその誰かの中ではかなり遠藤にとってはちゃんと質で見てくれる上位の監督が来るなって思いますねでえー、っと遠藤よりも苦しくなる選手は僕はシステムによってはアーノルドだと思いますねもし、アロンソが、 今のレバークーゼの選手たちの質で3バックにしてるんだったらアーノルドはウィングバックとかやると思うんですよ。もしくはダブルボランチよりシャドウ向きだと思うんですけどえって思うかもしれないけどやっぱりアーノルドのね守備の部分怖いからだから4バックだとインサイドハーフなんですよ。右の。だデブライネロールみたいな。なんだけどサイドバックってなるとセンターバックの選手誰かにやらせるかもしくはブラッドリーがいいから。 そうだから、シャビアノウソがリバプールに来て4バックやるのか3バックやるのかその中でアーノルドの使い方っていうのを模索してくれるかどうかだと思いますね。キックの質はいいけど、だからあれなんですよ。あの、クロップの場合はそこの足し算引き算で考えてくれたじゃん。アーノルドが攻撃面、キックのところでやっぱあの質があるだけでさ、キックやっぱ 直近のドキュメンタリーもさ、うち押し込んでてもキックずれてるシーンが多くて、得点なんないっていうのが長い時間続いたじゃん。あれがアーノルドいることで全然なくなるんですよ。ただ、アーノルドいることによって守備の不安はいっぱい出てくるじゃん。それを残りの 3枚のディフェンスとアンカーであとはキーパーの能力でなんとかすればいいっていう考え方だったからだからシャビアノそスの考え方が守備においてああいう選手を全体でカバーしようってなるのか守備で穴にならないところに置くってなるのかそもそも使わないってなるのか結構使い方が限られる選手だからどうなるかなって感じですねパスずれてあこれ遠藤のやっぱこれなこのね 抜かれてもいいようの守備と抜あだこれが一番遠藤の多分課題だね抜かれていいようの守備と抜かれないことが優先の守備を使い分けられないことだねディレイで距離取りながら囲い込,みの込むのか数的優位で守備をできるから今でいいのか、まあ、今,今も数的優位っちゃ優位なんだけど数,数だけの話で言ったら結果出てるうちは褒められるけどね他の試合で カード出たりとか退場になったりとか失点絡んだりとかするとなんでここで抜かれるんだ遠藤はとかそういうふうに結果論で言う人いるから今から取り組んどかないと今後遠藤がむしろ言われるようになるとこですねここ特にこの後さ優勝争いでさまあシティだったりとかアーセナーとかさあのこの突破力あるところとさあのすげえ戦ってくるじゃんありがとうみんな教えてくれてってなった時にねサーカー仕掛けてきた放電仕掛けてきたとかなった時にさあれでカウンターの状況でファンダイクと コナテとエンド藤しかいませんで相手も3人ですって時にディレイしなきゃいけないじゃんそのディレイの方をやれる上であれやってるというより毎回突っ込むからでそれがじゃあそ,のそれによってドリブル大きくなったところでとかパスを選んだところで後ろからファンダイクとかあのコナテがかっさらってくれるだったらいいんだけどそうならないレベルの時にいやエンドそこはディレイだろうインサイドハーフ戻ってきてたじゃんとかサイドバック戻ってきてたじゃんって時に結果あるのでなんでエンド評価されなくなったんだってなるから。 あの守備で今いいって言ってる人は多分あの森保ジャパンの時も勝ってたからいいって言ってるタイプの人ですね結構ドイツでやってる選手とかやってた選手ってその突っ込むことだけがいいことってまあそこまで遠藤そのなんて言う原理主義者ではないと思うけどそういう人結構多いんだよね誰っていうと批判的にな人があれだけど突っ込む守備は大事なんだけど突っ込み方限定する突っ込み方だったりぶち抜かれない突っ込み方っていうのはあるから。 だってあの、ロストフの時のさ、あれスーパーカウンターもさ、山口蛍のこと言われるけどさ、山口蛍の、じゃああそこの守備どうするかって言及できてる人いないからね。そういうの試合後にコーチとかと検証するもです。コーチによりますね。だって監督って言ってもね、僕とクロップは当然違いますから、どこを問題点として見るかみたいな。 だ僕とかは、例えば遠藤が今後、ああいうプレーで、まあ、き退場になってたりとか、他の試合とかで抜かれて、失点絡んでたとしても、まあ、遠藤の癖だからね、ぐらいで終わるんですけど、そうじゃない人は、遠藤ダメじゃんとか、やっぱ日本じゃダメなんだとか、遠藤抜かれすぎとか、雑に断罪するじゃん。こんなにいい選手だからこそね、その、なんか、責任を一手担わされすぎるみたいなのはない方がいいからね。全然改善しますよ。数的優位だったら、まあ、突っ込んでもいいんですよ。後ろが勝てるから、人数もいるし。 でもそうじゃない状況で、そういう時優位だと、フリーの時は絶対突っ込んじゃいけないし、優位だとしても突っ込むことによって次の選択肢出ちゃうぐらい、後ろと距離が空いてるとか、多分さっきそうだったと思うし、あと前が戻ってきててもう囲い込めるとかね。うちは寄せさせるけど突っ込ませないから、足出せる距離で止まるっていう。で、抜かせる方向を決めるっていう。そこは欲張っていい部分なんですけどね、守備は。相手が後ろ向きだったり、横向きの時突っ込むのいいんだけど、でもそれも、相手の力量を考えなきゃいけないですね。メッシとかだったらさ、股抜きとかしてくるじゃん。 でそのレベルの選手いるじゃん、放電とか虫ラみたいな。だから、ファーストタッチ自分の方が先に触れるんだったら突っ込んでいいですよ。で、触れないんだったら距離を置いて、ファーストタッチの直後を狙えるかどうかっていう。それをこのレベルでやんなきゃいけないですよね。なんンてうまいっすね。チアゴシューバーがめちゃくちゃうまいね。このミスをね、指摘する人たち気にする必要ないけど、数の暴力ってあるから。だって戦争とか何だってそうじゃん。間違った判断もさ、数によってそれを正義にされるじゃん。だからこそ、それが起きないようにリスク管理するのは大事なんですよ。 私の間違ってる方が数が多かったり大多数になると常識が変わるってことなんで、そのいい時褒める悪い時聞けなさは誰でもできるからな。そうだよ。だからエンド突っ込むの第一っていうので、それ自体は別に悪くはないんですけど、ただそればっかりだとそれは常に正解になる選択肢じゃない。で、それもエンドは分かってるから。で、行かないことによって相手の人数が増えてあのズルズル下がってミドルも打たれてっていうのがやっている、いうそれも分かってるからね。ただ全部それにしてると今日みたいに2枚目ただ出なかっただけじゃん。 実際にそこの判断がいい選手っているでしょだからそれが伸びしろって話ですねエンドにシュート上手くなれパス上手くなれドリブルでかわせるようになれっていうのは選手に空中戦上手くないとかブスケツにサイドアタッカーとして突破できるようになりとかタイプが違う話じゃんでもエンドに関してはまあ分かりやすい言葉で言うと守備職人なわけじゃんってなると守備の精度だったりとか判断力を上げるっていうのがまっとうな指摘でしょ でこれをする理由っていうのもただ僕が何て言うんですかね遠藤に言えてるみたいなことではなくて遠藤自身が批判され否定されてる時僕このチャンネルでずっと「いや遠藤大丈夫だよ」ってずっと言ってたじゃないですか。でも今後また否定するされる時批判される時来るから言われのないに近い。ってなった時に本当に言われない批判にするためには遠藤自体がその 何でも突っ込みじゃなくて、あこの状況は突っ込まない方がいいなっていう。で、その判断基準っていうのも、そう相手が加速してて、ボールが足元にあるときには、突っ込んだ遠藤に合わせてかわせるレベルの選手だから、そこをディレイするっていう。で、後ろ人数がいるときは、じゃあ、パスだけ防げるように足できるだけ広げて、まあ、かわされたとしても、あのドリブルで突っ込んで、その大きくなった分、このンとか反対ン来れるからみたいな。だからそこの理屈に合わせた行動を取れるように、遠ド自体が計算する必要がありますね。だって 僕は抜かれる理由と抜かれてもいい場面抜かれちゃいけない場面ここで喋れますよでも遠藤が抜かれたっていう事象だけでみんな喋るじゃんであそこは抜かれていいんだよとかそういう話してるじゃんで遠藤抜かれた時今日のインサイドハーフだとさ絞ってきてカバー来ないからだから先に言っとかないとみたいなまあまあこれがどんぐらい伝わるかわかんないけど最近だと本当に伝わることあるからな選手に森田さんの件からずっと。 遠藤が僕を参考にしないにしても、まあ、遠藤がそういうふうな批判された時に、いやいや、もともとこういうのがあってこうだよっていうふうに、まあ、今、僕を見てくれてる人が遠の、遠藤の、遠藤っていうのがちょうどね、ダブルミーニングみたいになりましたけど、遠藤のことをまあ擁護できる人になってる、まあ、そういう人が増えてることが大事だと思って、まあ、自分の配信で伝えましたね。うん、遠藤、立ち続少ないのもいいし、ボールの移動中に反対見て状況を考えれるということ、あとはま,あまず縦の、第一選択肢を縦にしてるところ。 それもいいですね私、レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから J リーガー出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です概要欄の URL からのご応募お待ちしております